それでは今回いらっしゃいました拝借さんをご紹介しますスモールアースという NGO の創始者であります千葉の方で活躍されてまして鴨川ですね何近くですか東京からそれほど遠くないところです この千葉ですね、半島がありまして、ええー、そのおかげで、まあ、いろんなことが保存されています。これについて、えー、お話が聞きます、えー。昨日、レクチャーを聞きました。素晴らしい内容でした。その後、QA があります。えー ハイツタカシさんのお話を伺います。トートヨーロッパスポンサーですね。ねありがとうございます。ハイツさんのおからです、ね、直接お話を聞きたいと思います。お願いします。<Yes. S 1> あ 初めまして千葉県鴨川市というところからはるばる来ました今日は結城さんに呼んでいただきありがとうございます今日僕は24年前に千葉県鴨川の里山に住みましたその物語を皆さんにお伝えしたいと思いますもう映画のように楽しんでください今日はよろしくお願いします えー、最初に二つのムービーをお見せします。スタートします。そう、僕の村です。見てください。そう、美しいです。僕の村は1300年前に。 稲作が伝わわったと言われていますユーラシア大陸から中国や韓国やそして東南アジアから流れて稲作が伝わりましたそして森を切り開いて棚田を作っていきますそして僕の村は雨水だけで稲作をします稲はお米がお米は水が好きだから 日本人は川とかダムとか石から水を引いたんだけど僕の村は地形的にそれができなかったので今でも雨だけで稲作をしますなのでこの村の聖地で夏の一番暑い日に雨声のダンスを踊りますそしてこの聖地のお寺には龍が彫られています。 龍はこの竜は水の化身です。その龍が見守る村で雨声のダンスを踊って雨を降らしてそして稲作をしてそういう伝統的な神話がまだ残っている場所です。 素晴らしいドラゴンが彫られていますそう,うユーラシア大陸から流れてきたいろんな神様がミックスして祀られています東京から2時間でこんな伝統的な村が残っていたんです 村の人は言いましたダンスをすると雨が降るどうしてって当たり前だって踊ると雨が降るんだってそうここはまだ神話が残っているんです僕はすごく感動しました。 東京から2時間でこの日本の原風景が残っていたんだけどこれを今維持しているのが70代と80代です日本の農業の農家の平均年齢は今68歳ですそして人口の 3%280 万人が農家で毎年数万人が農業をやめていますそして食料自給率は30%台 エネルギー自給率は5だ非常に脆弱な社会ですでこの美しい風景が今消えようとしています日本中からどんどん消えていきますそれで僕たちは都会の力を都会の力を借りようと 村の人たちと棚田オーナー制度をはじめそして今企業と組んで無印良品と鴨ヶ里山トラスト都会と田舎を近づけて都会の力を借りながらこの村を守る活動を始めました、えー、ロンドンにも何店舗かある、えー、無地この無地と一緒に2014年から 鴨川里山トラストという活動を始めます。そして村のおじいちゃん、おばあちゃん、そして移住者たちと一緒に都会の人たちを受け入れます。今東京中心に、東京は1000万人、そしてその周りに全部集めと4000万人、人口の3分の1ぐらいが東京中心に集まっています。その人たちの故郷を作っていこう。 その,たちその人たちの帰る場所を作っていこうと今しています子供は遊んでいます田んぼで泳ぎます <laughs> そう、日本は100年前は90%が農民でしたでも今は ひっくり返りました。みんなが都市住民になり、みんなが農,農家ではなくなりました。でも、だからこそ僕は遊びでもいいから、レジャーでもいいから、農に携わってもらい、そして自然に触れてもらうような機会をたくさん作っています。え、田んぼの土でお茶碗も作ります。田んぼの土、 土で同じ土でお米とお茶碗そしてお酒も作りますたくさんの都会の子どもたちも来ます そして今では、まあ、企業、そして大学、高校、幼稚園、たくさんの人たちと都会の人たちとコラボレーションしています。でその中で建築家が多いんです。建築家であり建築の大学が多いんです。今5大学の建築大学とコラボレーションしています。 この山間部の村の再生に建築家でありデザイナーの力が非常に大きく力を発揮しています。 村の老人から教わった手仕事の技術これも今日持ってきたんだけどこういう手仕事の技術を僕は教わりそして都会の人にお伝えしていますでもこれも僕の仲間のデザイナーがアレンジしたものです伝統的な村の技術このシめ縄飾りはもっとでっかくってトラジショナルなものはで作るのに1日かかりますでもこれをデザインの力で友人のデザイナーが 都会の人でもみんなができるようにアレンジして、そして、これを今都会の人と一緒に作っています。えー、来月、えー、僕は東京の無地の大型店舗、銀座店とか有明店とか大型店舗でこのワークショップをやります。こうやって都会と田舎をつなげることで、都会も変わっていきます。 そう僕の村の長老から教わった伝統的な手仕事の農業機械化されていない昔の農業を都会の人と今一緒にやってこの棚田を守っています。 そして無名の村に年間1000人以上の人が訪れるようになりましたただ今政策的には日本は第一次産業に手厚い政策はされていませんど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 ん 農業をやめていきます。今、農業の平均時給、時給、お金は時給200円と言われています。これでは誰でも、誰も農業は告げません。 ただ僕はこの農村は素晴らしい価値があると思ってこれを保全して守って未来につなげていこうと思っていますでなんで僕が24年前にここに移り住んでこんな活動をしているのかそれを今日これからお話ししますそういえば僕はスモールアース小さな地球という活動をしています、えー、僕はこの活動する、えー、プレゼンを今日するんですけど4つの チャプターでお話します最初になぜ僕は鴨川に来たのかそしてチャプター2は鴨川でどんなことをしているのかそしてチャプター3は今行っている小さな地球という活動そしてチャプター4は24年間この活動をしている中で大切に思っていることをお話しします。 そうどうして僕は鴨川に来たんでしょうかそれを今お話しします僕は子供の頃から絵を描くの好きな子供でした絵を描くときって最初にビジョンが見えますでそのビジョンを紙に写しますそんな僕に人生を変える事件が起きました7歳のときです星の事件と言いますそれを僕はトラウマになりました 小学校の、ね、最初の日、小学校2年の最初の日、始業式の日に、がらがらがらって先生が入ってきました。今日からここの担任を受け持つ星野です。星野という女の先生が入ってきました。じゃあみんな漢字の練習しましょう。星野先生は黒板に星野という漢字を書きました。これをノートに写してって。みんな、はいって生徒はノートに写します。僕はひらめきました。 そうだ星の絵を描こうノートブックに星の絵を描きました星のというのはスターという意味です先生喜ぶだろうな先生は一人一人のノートを見ながらクラスを歩いて僕の後ろに立ちました先生を何て言うだろうってドキドキしながら待っていたらなんとバーン めちゃくちゃ叩いて怒りました <laughs> 僕はびっくりして声が出なくなっちゃいました目の前も真っ暗になりましたどうして怒るのって怒られる理由がわかりませんでしたそれから本当に声が出なくなっちゃいましたでもそれだけじゃない僕はみんなと同じことができませんでした そしたら親へが呼び出されましたこの子は普通クラスにから追い出します特殊クラスに行ってもらいますお母さんこの子はみんなと同じことができない問題児です進学や就職もできません 親はびっくりしてお、バカが生まれたと泣いていました <laughs> それから僕はトラウマになってしまいました僕の精神的な旅が始まります僕は社会にうまく適合できませんでした でも苦しみを抱えましたその苦しみの理由が分かりませんでしたどうしてこんな苦しいんだろうってでも僕は星野先生の予言通りに進学も就職もせずに10代で車に絵を描いて日本を旅します <laughs> そして21歳の千九1989年中国は天安門事件が起きドイツにはベルリンの壁が崩壊しそして日本は大世界第二の経済大国となり世界中の土地を買いあさり中国は軍隊が若者たちを無差別に打ち殺しそしてドイツでは勝手に 人の国の線を引き壁を作り僕はこの世界は信じられないと思いましたそうだこの世界には愛が足りないと思いましたそして僕は路上にラブを書き始めますバンクシーみたいなことを30年前にやってました <laughs> <laughs> その頃僕は東京でいいろんな仕事をしていましてまた何か自分の手で作りたいと思って手を動かす仕事をしました昼間はカメラマンのアシスタントをやり夜はレストランバーで働くことを長くしましたレストランバーってバーテンダーの仕事って終わると電車がなくなるのでそのバーはみんなバイク乗りになりました 当時僕もバイク乗りになります今とは別人ですロングヘアで全身ブラックレザーでしたそして大型バイクのハーレー・ダビッドソンを乗っていましたそんな僕にまた人生を変える出来事が起きますこのバーテンダーのボスがアメリカを旅バイクで旅をするといいますで昼間あ働いていたカメラマンのボスも そこで僕は手伝いとして一緒にアメリカに行くことになりますそこで僕も現代文明の光と影を体験しますこれも大きなきっかけ出来事でしたロサンゼルスからヒッピーたちとバイクで旅をします ロッキー山脈を越えてコロ,にコロラド州に入りそれからカナダへ向かって北上しますサウスダコタ州小さな町にオートバイ乗りたちがどんどん集まってきますスタージスという小さな町に50万人のバイク乗りバイク乗りのウッドストックのようなお祭りがありましたそこに参加しますこれで僕は驚きました そう社会からはみ出されても追い出されても自分たちでコミュニティを作って自分たちの居場所を作ることってできるんだってそれから僕はアメリカ先住民の村に連れて行ってもらいますそこでまたすごく価値観が大きく変わります数族のリザーベーションに入ります そう彼らには国という概念がありませんでした。アイム・スー。彼らはアメリカ人と一言も言いませんでした。スー族の言葉でスーは人を意味します。ナバホの言葉でナバホも人を意味します。アパッチの言葉でアパッチも人を意味します。そう日本のアイヌの人たちもアイヌは人を意味します。そう、文字を持たない先住民たちは、 国という概念がありません人、私は人です、私は地球に生きる人ですと言いました、それに僕は驚いたと同時に感動しました。それから所有という概念もありませんでした。村に入るときにこう言われました、君のものはみんなのものであり、みんなのものは君のものだよって。そして本当に みんなで助け合って暮らしていましたそう先住民はアメリカ社会の中では非常に差別されてもうボロボロですもう500年差別されまくっていますそれでも僕が出会ったリザーベーションにいる先住民は誇り高く生きてました素晴らしい堂々と力強く どうしてこんなに堂々と生きられるんだろうって500年間こんなに差別されてるのにそのプライドはどこから来るんだろうってそう全ての命は全部つながっているんだ三宅へ親心という精神文化を大事に持っていました。 ある時、先住民と一緒に旅をしていると、一日に何度も指を指します。どうして指を指すのって。見てごらんって。小さなイーグルが、米粒ほどのイーグルが空を待っています。どうして見てないのに分かるのって感じるんだって。君は感じないのかいって。僕はショックを受けました。 僕は地球を感じててて生きていないって本来僕たち人類は地球を感じる能力を持っていたのに文明を手にすることによって失ってしまったんだってだからこんなに地球を破壊してしまったんだって僕は人生はやり直しだなってこれから地球を感じて生きようって思うようになります。 それから先住民の考え方にビジョンクエストという考えがあるというのを聞きました。子どもから大人になる通貨技療として根性、自分がやるべき仕事を自分で一人で何も持たずに森へ入って山に入って自分と自然と対話をして根性の やるべきミッションを見つけてこいってそれが見つかってから家族のもとへ帰ってこいってそれが見つからなかったら帰ってこなくていいって命をかけて自分の根性をやるべきミッションをビジョンをつかんでこい一人で自分と自然と 対話をしててこいって日本の社会でうまく生きられなかった僕はそれをやろうって思いましたでも僕は森に入って一人で入るサバイブする力はなかったので日常ビジョンクエストしようと思いますでそれから7年後今度は東京で「 いろんなバイトをしてお金を貯めてアジアヨーロッパの旅をしますそうこんな僕でも地球上に役割があるんではないかそれを見つけようってネパールからインドへとそう先住民のように地球の声を聞こうって 先住民のように心と頭と体全部を使って地球のメッセージを聞こうってネパールからインドへ入りますそしてインドで南インドで非常に普遍的な豊かさを 経験しますそれはこの小さなかまどから作る家庭料理を食べたときにそう思いましたこのお母さんが一握りの巻きで作る家庭料理それが非常においしかったんですおいしい食べ物は自分の体そして自分自身の心も幸せにしてくれますでそういうういいいし食べ物があるっていうことこは 農業が元気ですで農業が元気であるということは風景がきれいですそして風景がきれいだということはコミュニティがあり伝統がありそういったものが全部つながっている暮らし人類は600万年前に生まれ誕生してからずっとそれをやってきたこれが変わらぬ豊かさだなって思うようになります。 それからたくさんの美しい目をした子どもたちに出会えますでこういう子どもたちの目の輝くような社会を作りたいすごくその時に教育に関心を持つようになりますそれから初めて砂漠も旅しましたインドのラジャスターンの砂漠国土の70%は森の国日本は蛇口をひねればどこでも 飲める水が出ます水の苦しみを体験したことはありませんでしたでもこの砂漠を食べしたときに水のない苦しみを初めて経験しますで木がないことっていうのは森がないことっていうのはどれだけ厳しい環境なのかっていうのを経験しますでも僕たち人類の活動は地球を砂漠化しています今1秒間に サッカーグラウンド一面の森が消えていると言われていますこれだけ気候変動が起きているのにまだまだ人類は森を切っています特にアマゾンはすごい開発が進んでいますでもそんな大きな地球規模の問題をどうしていいかわかりませんでした それからトルコのエフェソスという町で古代ギリシャの遺跡を見ます。古代ギリシャの,この図書館を見たときにあ文明は滅ぶんだって最高の建築も最高の芸術も最高の権力もいつか滅ぶでもかつてはギリシャインダスメソポタミアその地域地域が滅んできたけど今度は地球全体を破壊してるじゃないかって。 僕たちの人類の活動はでもそれも巨大すぎてどうしていいか分かりませんでしたそれからヨーロッパに入りますギリシャからイタリアへ入りますそしてローマから北へ上がっていきます そこで僕は美女を見ましたまた、ご縁があってダリオという農家にお世話になりますこの真ん中のヒゲモジャの男性がダリオなんだけどダリオは靴を履いていなかったんですそして電気もなかったんですろうそくで暮らしてそして廃材を集めた 材料で家を建てでもイタリア人のこのダリオの美意識がすごくってめちゃくちゃ美しいんですあこれこそが美しい暮らしだって思いましたそうダリオの畑は彫刻でしたそして言葉はポエムでしたそして働くことは喜びでしたそして毎日は物語でした なんて創造的な人生なんだと思いましたそう生きることはアートなんだってそして自分の暮らしをクリエーションすることで自分を豊かにしそして世界も平和とハピネスそして美しさにももたらしてくれるどこも奪わずにどこも破壊せずに 自分の暮らしをクリエーションすることで自分の人生と世界をより良くすることができるんだってそう僕がどうしたらいいんだろうこの世界はって思ってたこの答えを暮らしを作るんだって彼は言いました僕はこういう暮らしを 日本から学んだんだだよって。日本の田舎に行きなさいって今僕たちの世界は奪って奪って奪って南の国から奪い自然界から奪い弱いものから奪いそしてこの社会を作っているでもそれは持たないんだってこれからは循環していく社会になるそのお手本が君の国の田舎にあるんだって え僕は日本社会に適合できなくって <laughs> あちこちうろうろしてるのにイタリアのダリオに言われてからはま,まだ迷いながらヨーロッパを旅してロンドンに来ましたそしてロンドンでどうしようかなって北欧に行こうかないやいやいやアフリカに行こうかないやいや 北米に行こうかな、いやいやいや、ノノノ南米に行こうかな、no, no, no. 日本の田舎に行こう、そう、ダリオが言ってたように田舎に行こう、そしてロンドンから京都に行き、そして四国、群馬、長野、九州、屋久島と南下して南に行きます。そして 最後に来たところが今僕が住んでいる千葉県鴨川ですチャプター2に行きます東京から2時間人口3万人で毎年300名ずつ人口が減っていますまあ日本中の今地方がこういう状況です 東は太平洋に面してマリンスポーツが盛ん、そして漁業が盛んです、そして観光も盛んです。そして内陸部に入ると日本の原風景が残っています。もう電柱がなければほとんど中世のような世界が残っていたんです。僕は感動して移り住みます。 1999年31歳の時星の事件から24年後ですやっと自分の居場所を見つけます非常に美しい1,000年かけた無名のファーマーたちが作った命の彫刻でした しかしたくさんの問題もありましたえ僕は築200年の古い民家に移り住みますそれからリノベーションが始まります当時90年代はインターネットがありません図書館に行って建築の本を借りてきてもう。 見見ようまねででも里山の文化の素晴らしいところは全部材料がただで目の前にありました。竹をもらい竹を裂いてそして骨組みを作りで田んぼの土を練って藁と混ぜて発酵させて壁を塗る素人でも家が直せていくようになります。 それから僕はコミュニティづ作りを始めますえローカルカレンシー地域通貨アワマネーというお金を作りますコインや紙幣はなく通帳でサービスをやり取りしますそれは口コミで小さくゆっくりですが広がり10名から始めた地域通貨は今200名のコミュニティになりました これうちの息子です、今目の前にいるんですけど、<laughs> そうやってコミュニティができると仲間たちでお米を作ったり、家を作ったり、一人ではできないことができるようになります。そうすることで、消費者から生産者、生活者へ移行することになるんです。そう僕たち 市民は別の言い方をすると消費者とも言います特に都市住民は全てをお金で何かをサービスを受けないと食べ物も水も手に入りませんでも本当は手を動かせば生産者になりますそして生活者になりますそうただ100%の自給自足は無理ですけど1%でも自分の手で自分の暮らしを作る 買う生活から作る生活へと移行していくことができましたそしてかつてのヒッピーコミュニティのように一つの村に住むんではなくインターネットもあり交通の便も発達しているので一人一人が自由に点在しながら必要な時につながるネットワーク型コミュニティ価値を共有するネットワーク型コミュニティができていきますそして 昔の村のようにこう縛りの強い村社会ではなく一人一人は自由に点在しながら暮らし必要な時につながる新しいネットワーク型コミュニティです移住者たちとコミュニティ作りを作りながらも地元の人たちとのコミュニティにも入っていきます最初は村人たちとの 価値観の違いにぶつかります僕の村は毎月二十八日に用がなくても寄り合いがあるんですで、そこで村人たちが全員集まります僕は最初村人に言いましたここは素晴らしい村だって美しい村だってそしたら村の長老がお前ふざけんなって怒りました俺たちはここに生まれ育ってるけどここが 美しい村だとか素晴らしい村だと思ったことは一度もないってほら見ろ村には若者が誰もいねえだろって俺たちが追い出したんだって都会に行っていい大学に入りいい会社に入りお米は買えお米は作るな農家になるなそう長老たち僕の 出会ったた長老たちは第二次世界大戦を経験しています東京は焼け野原になり原子爆弾は2発落とされましたアメリカにこてんぱんにやられた日本の長老たちは成長しよう復興しようってそのためには農業なんかやってたちゃダメだ都会に行け そう僕は僕の価値観を認めてしまうと長老たちの価値観を否定してしまうことだったんですだから言葉で説明できないと思いましたでも僕を認めてくれた人たちがいましたこの4人の長老たちです彼らと話しているうちにすごく認めてくれる瞬間がありました 確かにこの村は若者たちがいない俺たちが追い出したでも君の言うことが分かる気がするってその長老たちの若い頃子供の頃は本当に貧しくて電気もなく石油もなく電話もなく車もなく失うまで 高田を耕し、し、自自給自足の暮らしそれはそれは大変だったでもみんなで助け合ったそして晴れた日は高田で働き雨の日は昼からお酒を飲んで笛や太鼓を鳴らして踊って遊ぶんだそして毎月毎月お祭りがあって毎月神様とお祝いするんだってあれは豊かだった。 そうミハエル・エンデの「もも」に表現されている時間泥棒に奪われない時間がたっぷりあったって今僕たちの社会はすごく便利になったでもみんな忙しそうだってもうでも,も戻れないんだって俺たちがこういう社会を作った。 で僕はこの長老たちからら村の暮らしを学んでいきます。炭焼きであり稲作でありかやぶき屋根でありそう里山の文化はデザイナーのいないデザイン千年かけた無名のファーマーたちが作ったデザイナーのいないデザインに満ち満ちていてそれは素晴らしい循環のカルチャーでした。 そしててこの長老たちと僕は棚田オーナーナ制度を始めていきます村に人がいないんだったら都会の力を借りようってそして都会と田舎をつなげていこうってそう村で一番のネガティブだった棚田、まあ、最初に言ったけど今日本の農家の時給は 平均200円と言われています棚田という小さな面積の田んぼでお米を作って売っても本当にお金になりませんなので村,村人にとっては棚田っていうのは苦しみの象徴ネガティブの象徴マイナスの象徴だったんですでもそれが今はたくさんの人が来る場所になったネガティブとポジティブが反転したんです この村では一番のネガティブがポジティブになるそう僕も小学校でドロップアウトした僕は今すごく誇りを持った仕事をしているそのネガティブがポジティブに転換するんですこの村にいてそれを学びました そして東京を中心に4,000万人が集まっている人口の帰る場所を作ろうふるさとを作ろうとそして無名の釜沼北ビレッジに年間1,000人の人が訪れるようになりますそうすると100人に1人ぐらいは移住希望者が現れます そうやって少しずつ移住希望者が移住してきますでその中に外国人の移住者も現れます今僕の村にポツポツと外国人が移住していますで最初僕の友人のアメリカ人が移住してきました彼は東京で家賃60万の家に住む IT 企業の戦士でしたでも彼も価値観を変えて今 2万の家に住み IT の仕事を辞め翻訳の仕事にチェンジしますで彼はたくさんの時間を手に入れましたそして仲間友人を手に入れそして広い空間自然も手に入れましたでも長老長老が驚きました林さんこの村は第二次世界大戦の時アメリカの戦闘機にバババババババ,バ,バ,バ銃撃された村なんだよって まさか俺が生きてる間に殺し合ってた敵国と米作るとは思わなかったよって <laughs> アメリカ人の友人も泣いて喜びました <laughs> イエーイってそう70年後殺し合ってた人たちが仲良く稲作をしたんですその70年後もしかしたら もしかしたらパレスチナとイスラエルも仲直りしてるかもしれない70年後もしかしたらロシアとウクライナも仲直りしてるかもしれない70年後なんて誰もわからない70年後世界はもっと良くなってるかもしれないこの村にいるとそういうことを考えられるようになります そしてどんどん空いていく棚田を僕は引き継いで2014年から無印良品と鴨川里山トラスト企業とのコラボレーションが始まりますそしてより多くの都会人が来るようになりますただ僕はたくさん来る都会の人に持続可能な社会を作ろうっていう話はしません みんなで美味しいことや楽しいこと、そして美しいことを共有します。喜びを共有します。その喜びの先に僕は持続可能な社会があると思います。持続可能な社会って本当は我慢することではなく、心地よくって美味しくって美しいことだと思っています。 そして僕たちの国は中世長い間鎖国をしていましたしかし明治維新で国を開きそして第二次世界大戦以降西洋に学べ西洋に続けで西洋の文化を学んできましたでもそのイタリアの農夫が教えてくれたようにみんなが田舎に来ることによって都会の人が田舎に来ることによって 僕たちの国のアイデンティティをもう一度発見します自分たちの自然自分たちのカルチャー自分たちの伝統自分たちの知恵自分たちの足元にある美しさを発見しますでも僕らはもう昔には戻れません昔に戻るのではなくて 伝統の良い部分を引き継ぎながら、そして現代の良い部分も引き継ぎながら、それを融合して新しいデザインをしたいと思います。そう、村の長老から教わったこのシメナー飾り、これも仲間たちのデザイナーと現代風にアレンジして、都会の人と一緒に共有しています。 そして2016年無地は未来の働く場所を提案しようとトラストしている棚田の一番上に棚田オフィスというものを作りますこのデザインをしたのがアトリエワンの塚本義治さんです東京を中心に4,000万人が集まり電車に乗り渋滞に巻き込まれ ビルの中で働くんではなくてこれからビジネスマンもこういう場所で働こうよ渋滞もない満員電車もない鳥の声聞きながら働こうぜそして時間のある時はビジネスマンも米や野菜でも作ろうぜ1階は農作業の休憩所2階がオフィスというコンセプトで作りましたししかしパンデミック以降 それは現実となりました今無事とこれを棚田オフィスをアップデートさせてここに電気と Wi-Fi とキッチンを作っていますでもみんながみんな田舎に移住する必要も僕はないと思います都会には都会の役割がある都会から移住しなくても僕はいいと思っています都会から通うという ライフスタイルもいいと思っています。無地は無地ハットというタイニーハウスを開発し、今僕の近所の村に20軒販売しました。今僕たちの村も建築学生たちとタイニーハウスを作っています。都会から通える小さな拠点を。 そして田舎には仕事がないと言われていますが田舎の資源と課題をもう一度デザインし直すとそれは仕事が生まれます僕たちはこの棚田の村のお米で無印と一緒にお酒日本酒という日本酒を作りました、えー、次々に空いていく棚田を引き継いで、えー 自然酒の会というお酒作りのプロジェクトも始めます全部オーガニックで作る酒蔵寺田本家という酒蔵とコラボレーションを始めますそして素晴らしい美味しい日本酒を作りますでこの日本酒はなんとコペンハーゲンのレストランノーマと出されているお酒と同じお酒なんです死ぬほど美味しいです <laughs> そして大学との連携も始まりまりす。千葉大学そして東京工業大学今では明治大学都立大学神奈川大学上智大学東京芸術大学次々と多様な学問専門を超えた大学がコラボレーションしていますそうやって大学や企業とコラボレーションしている村に 巨大な台風が襲いました2019年今から4年前日本を飲み込むほどの台風が僕の村に直撃します風速50メートルそんな台風は千葉県上陸することがありませんでしたこの台風をきっかけにチャプター3 小さな地球という活動が始まりますそう僕の家かやぶき屋根にかけてあるトタンがブリキの屋根がすべて吹き飛びますそして風速50メートルが家の中に入ってきますもう家の中めちゃくちゃになりますそれはまるで空爆を受けたような一日でした でもそれをきっかけに里山のコモンズというプロジェクトが始まるんですこの村の台風の被災を応援しようとお金を出してくれた人そしてマンパワーを出してくれたのはこの棚田に通ってた都市住民でしたそして3軒の空き家ができて そのうちの一軒、元村長の家をみんなで共同購入して、コモンズという活動が始まります。そのお金も通っていた都市住民が出してくれました。そしてスモールアースという法人を作ります。そしてみんなで買った土地や山、棚田を法人のものにします。 そう僕個人のものではなくてみんなのコモンズとそうアメリカ先住民がこう言ってました大地は未来の世代から借りているから大切に管理して返すんだよってそう地球は本来誰のものでもないんだって僕もそうしようって思いましたみんなのものにしていこうってその広大な山と田んぼと古民家を 長男の息子に世襲制だから告げっっててて言われれもそれは困ってしまいまいすみんなのものにしてこれに価値があると思う人たちが引き継げばいいそれからその元村長の家を台風に被災した家を建築家アトリエ1の塚本さんは東京工業大学の教授だったので今でもそうなんですけどその学生たちと ゴミを出さずにそして廃材を利用したリノベーションが始まります里山にある土石竹藁草そして古材や廃材そういったものを全部集めてリノベーションしますそしてコミュニティキッチン素晴らしいコミュニティキッチンを作ります そして僕たちは呼びかけました。月1000円でこの日本の原風景を共有しないかって、それでコミュニティ会員になってくださいって、そういう人たちが集まってきて、今200名ぐらいのコミュニティ会員がいます。で、その人たちと一緒にここを自由に活用しようって、えいろんな人たちが集まってくれました。オーガニックマーケット、アワノバという、 マーケットも始まりまりす毎月1回新月の日に開かれる地域の生産者そして手仕事のグループいろんな人たちそれでファッションデザイマーも来てくれました。 で僕たちは棚田でファッションショーを行います鈴木ひろみさんというファッションデザイナーはタイとラオスの人身売買を止めるためにブランドを作ります村の女性たちの仕事を作ろうってそして素材はリネンとオーガニックコットンと貝のボタンと木のボタンしか使わなくてファスナーも使いません全てが土に帰りますそして売り上げの一部は今でも山岳民族の 教育費に充てていますお金も資源も循環するエシカルファッションデザイナーが僕たちの活動に賛同し今一緒に野良着藍染めの服を作っています。 そしてかやぶきなどの再生も始まります。日本ではこういう共同で作業することをユイと呼びます。だ村の人たちは言いました。もうユイはすべて失われたんだって。コミュニティは高齢化し、かやぶき職人は引退し、そしてかやだったすすきの原は失われた。全部が失われたんだぞって。 買いぶき屋根の再生は無理だってだったらインターネットで呼びかけようクラウドファンディングでお金を集め知恵と資金とマンパワーは広く日本中から集めそして資源は地域で循環させる新しいコモンズ新しいユイを作ろうってそして全国からたくさんの人が来てくれました。 でも多くの人が来てくれたんだけど半分は女性です驚いたことにこういう伝統的な文化を残そうと多くの女性若い女性が関心を持ってくれましたえ神戸から歌舞伎の指導に来てくれた若い職人坂田郁也さんが指導に来てくれました 360万のクラウドファンディングは西側の屋根を吹き替えたところで終わってしまいました。これからまたお金を集めてこれを再生、かいぶき屋根を再生していこうと思っています。そして、ギャラリーをあ蔵をギャラリーにしました。古いい土蔵でです日本では有名な歌手の加藤時子さんという方が この活動に賛同してくれて一緒にギャラリーを作りますそれから毎年収穫祭で太鼓の演奏をしてくれるグループそれのドラマーも移住してきましたそして 里山スクール・オブ・デザインという4大学の建築が合同の合宿が年間を通して始まります。東京工業大学の塚本研究室明治大学の川島研究室都立大学の農作研究室神奈川大学の須崎研究室といってっ地球の循環的な建築を作っていこうというグループが集まって合宿が年間を通して始まります。 里山の循環を学びながらその地域の課題を解決するプロジェクトを作りそしてそれを2年かけて1年2年かけて実現しでそれを体験した若者たちが卒業して社会に出ていきます。でこれから彼らが都会や地方をデザインしていきます。 今年、完成したタイニーハウス的提案。これも里山の資源である土と木と古材で。みんなで作りました。設計から施工まで、墨出しから刻みまで、すべてを学生たちが一年かけて。 そうた,たくさんたくさんの、えー、教育プロジェクトが生まれて今は大学以外でも、まあ、小学校中学校高校、まあ、幼稚園から大学院生までのたくさんの学生たちが来る学びの場と,となっていますそれから小さな観光プロジェクトも始まっています僕僕たたちちのの暮らし僕たちの農家のライイフスタイルを 農家の豊かさを農家の美しさを共有するそれが観光になっていますそしてパンデミック以降移住希望者が増えています今アトリエワンの塚本さんと集合住宅を計画していますそして同時に働く場所も今計画しています そう僕たちはファッションデザイナーであり建築家であり大学であり企業でありいろんな人たちとコラボレーションしながらこう循環する文化をみんなで作りたいと思っていますこの釜沼北都市集落というのは25世帯の小さな村ですこの小さな村でその小さなモデル循環社会の小さなモデルを作りたいと思っています。 人口3万人の鴨川市をチェンジするのも難しいです。1億2千万人の日本をチェンジするのも難しいです。政治の問題、経済の問題、いろんな問題が複雑に絡み合っています。または広く外交の問題ともつながっています。でもだからこそ小さなモデルを作りたいと思います。 そして小さな地球を暮らしや社会に移していきたいと思っています資源を循環させ経済を循環させ僕たちの社会は文部に資本主義がありますその資本主義をベースに教育があり政治があり社会がデザインされていますでも資本主義っていうのはずっと成長する宿命です でも本来僕たち地球にいる僕たちはネイチャーがベースです農業がベースですで農業や自然は成長しないんですずっと永遠に循環してるんですこっちに合わせないと破壊が起きるんですだから僕らはもう一度分母に 自然とと脳を持っっててこようと思っていますその上でそれをベースに経済であり政治でありライフスタイルであり教育であり社会をデザインし,し直したいと思っていますそして近代社会が分断してしまった人と人人と自然都会と田舎私と地球をつなぎ直して それらが共生する社会を作りたいと思いますチャプター4ですこういう活動する上で大切にしていることがあります24年間1000人の人が訪れる村で問題を起こさずにみんながやっていける方法 僕は一人一人が大切であり一人一人がリーダーであるそういう場を作りたいと思っていますそうみんなが大事でみんなに役割があるあとできない理由を考えるのではなくできる理由を常に探そうと思っています 人間には想像力を持っていると思っています。無限の想像力があると思っていますそう。僕は学歴もない、お金もない、人脈もない、何もないんです。何もないけど、今やりたいことは全部やっています。お金がないならどうやって集めよう。知恵がないならどうやって集めよう。 マンパワーがないならどうやって集めようってできない理由を探すんではなくて常にできる理由を探そうと思っていますそして誰にでも伝わる言葉で話そうと思っています村のおじいちゃんおばあちゃんにも分かる言葉大企業の社長にも分かる言葉大学の先生にも分かる言葉 小学生や中学生や高校生にも分かる言葉みんなに分かる言葉伝えようと思います専門用語は使わずにでも学校も行ってない僕が教えてくれる人が自然なんです目の前の自然が全て教えてくれます 自然界は多様でありオープンでありすべてがつながりあって本当はフェアですそしてすべてが関係し合ってすべてが生かし合ってそしてゴミはなくって無駄はなくって全体性があって永続性があってパーフェクトですこれが地球を作り宇宙を成り立たせていますそしてこれができないのが人間です これを学べればいいんだって自然を学べればいいんだってそう目の前でただで素晴らしい真実を教えてくれるんですあと僕が大事にしていることが 僕自身のエゴを消すこと、透明でいること、みんなが活躍できる場を作るには強いリーダーはいらないんです。僕は透明でいて、みんなが主人公となれる場所を作りたいと思っています。強いリーダーダそして 強い思想はパワーはあるけど危険も背中合わせです。それはカルトになってしまったりヒッピーコミューンになってしまったり宗教的なコミューンになってしまったりそうじゃなくて誰でもが入れて誰でもが活躍できて誰でもが主人公となれるような一人一人が自分らしく入れることその自分らしく入れる人たちがつながる たこす時が。すごい創造的な力を発揮すると思っています。ありはありらしく生きて。ありは象のようにならなくていいんです。象は象らしく生きて。蜘蛛は蜘蛛らしくあって。みんなが自分らしくいれ、いられる社会。それが僕は一番。創造的で。自由な社会だと思います。 すごく難しいことだけどそれを僕はトライをしたいと思いますでもそうやって生きるってことは僕は全ての人はアーティストだと思いますそうドイツのヨーゼス・ボイスも言いました僕たちは地球という大きなキャンパスに素晴らしい人生と素晴らしい社会とそして素晴らしい地球を作っている アーティストですそういうふうに生きてそういう地域が広がっていくことを僕は願います僕はたまたまご縁あってこの棚田中の小さな村でそれをやろうと思っていますでもこれはロンドンでも東京でもデリーでもニューヨークでも 誰でででももどこでもできる活動だと思っています自分の今いる場所でより良い地域を作りより良いコミュニティを作りより良い社会を作りその小さな地域社会が点と点が結ばれ線となり面となり広がっていくこと草の根でルーツで日本世界へとロンドンから世界へと。 自分たちのいる場所から世界へとゆっくりゆっくり広がっていくそれが経済を変え政治を変え社会を変えていくだからだから僕は美しい村を作ろうと思っていますそれが結果的に美しい地球につながっていくと思う それがゆっくりと広がりこのたくさんの課題を抱えている地球が少しでもよくなり少しでも平和になりそして少しでも持続可能になりそして美しくなっていくんではないかなと思っていますそれがこの小さな棚田の村でやっている活動であり僕のビジョンでありライフワークであり平和活動であり 芸術活動であり、環境活動であり、政治活動であり、生きるということです。ご清聴ありがとうございました。はい、さん、どうもありがとうございました。あの。<laughs> ちょっと時間もしてるんであの質問は短くしたいんですけどあのやっぱりあの建築の学校であるということでちょっと建築によった質問をちょっとしたいんです 2>,、はい、2つしたいんですけれどまずあの最初にちょっとお聞きしたいのはあの里山という概念がですね多分あの日本人だと多分なんとなく分かっている人はいると思うんですしあと、まあ、あのだいぶその言葉としてあのこっちのヨーロッパの方とかにも。 あのだいぶあの出てきてはいるんですけれどそこをもうちょっとあの皆さんにこう林さんの理解している里山という概念というかどういう仕組みでどういうふうにあの里山というものがあの働いているのかっていうのそこをちょっと説明していただきます。 あの里山という言葉はあの、まあ、英語でも今里山というふうに表現されていますけど、まあ、日本は、まあ、あのさっきも言ったように国土の70%が今森ですでも30%だけ開きました1,000年前に稲作が伝わってあの1,000年かけてこの30%を開いてその時に3つをゾーニングしました人々が暮らす村を里と呼び でその一つ後ろを里山と呼びでそのさらに奥を奥山と呼びでその奥山は神と動物の領域聖なる領域として手をつけずにでそのビレッジの一つ裏の森山を里山としてそこを持続可能に管理することで全部を集奪しない砂漠にしない文化を作って、それが里山文化。 さっきもお話ししたようにデザイナーのいないデザインを村人たちが1,000年かけて作ったそのランドスケープでもその空間だけではなく建築であったりあとはコミュニティの在り方であったりあとは貝拭き屋根のその優位の仕組みであったり、まあ、衣食住すべてがあの 循環のデザインをまあ千年かけて作ったのが里山の文化だと思っています。その自然と言われてましたけれど、里山は人が作った環境なんです,かそです。そうなんです。あのー、そう例えばそのシンボルとして炭焼きがあります。で、僕は炭焼きの長老から教わった時に、炭焼きの煙が上ると村がきれいになるんだ。うん そして山がきれいになるんだって言われましたそれはなぜですかってかつて炭焼きは里山でそこにある土と石で窯を作りそこにある広葉樹を切ってチャコール燃料を作りましたそしてそのチャコールは村のエネルギーとなり現金収入となったでその炭焼き窯は里山を移動しながら広葉樹を伐採します そして15年後に再び最初の窯のところに戻ってくるとヒコバえといって脇芽が生えてるんです。でそれをまた切ってエネルギーを作ります。そうやってずっと循環しながらそうすると人が森に入るのでそして煙が出るので動物たちは奥山にとどまるんです。そこで動物と自然 人間との共生もでき、そして自然もすべて収奪しない自然と人との共生もできた。と言われています。で、僕はそれはすごく感動しました。で、あのおそらくその村に行くと、その関係性というのがはっきりと。こうわかるというか、わかりやすいというふうに、あの想像してるんですけど。はい、あの、その林さんがやってるのですごいなと思うのは、その、その。 範囲をこう都会というものにう広げていてそ、ね、その都会をあたかもこう里山のように立ってるんではないかなというふうに思ったんですけれどうそういう意味ではそう資本主義と持続可能な社会をこう結ぶには都会が変わる必要があるんです。 で、都会が里山化していく必要があるんです。なので、ここに多くの企業や大学が来てるのは、彼らがビジネスや教育、そして都会をデザインするときに、里山を参考にしてるんです。で、今、ここにたくさんの建築家や建築の大学が来てるんですけど、彼らがね、東京でデザインする建物が里山的になってるんです。 どうえっとえっ、ー、とね、まあ、例えばその、えー、都立大の農作先生は自分でも事務所持ってるんですけど都会の住宅とかビルとかで普通は基礎はベタ基礎なんだけど都会なのにベタ基礎じゃないんです。あの石石ててっていうあの,石の上に 柱を立てるで下の微生物がこう生活できるような建築をまあそれは伝統的な日本の建築なんだけどそれを東京のど真ん中でやったりでもそれは昔の伝統的な日本のデザインではなくて現代的なデザインでそれをやってるまたは明治大学の川島先生はその東京のビルディングのリノベーションをあの東京の建築 都会の建築から出る廃材を集めてそれでコンクリートを作り直したりまたはその都会のコンクリートのビルを土で塗り固めたり非常にこう有機的なリノベーションを都会でやってるそういう感性の建築家たちが僕らのところに来てくれてで僕のところで学生たちと学びでそういった学んだ感性を今度また都会に 還元していくだから、そうやってこう。都会と田舎をつなげることは僕すごく重要でで。無地もその。無地も都会でのビジネスをやってたんですけど、今そのローカルのビジネスを今作ってるんですよね。都会的なデザインとその田舎の課題を合わせて一緒に、えー、ビジネスを作ってるで、例えばうん。 そう僕は無ジに、えー、近所にねいい古民家がいたから紹介したんです無ジがすごく素晴らしいリノベーションをしてそこエアビービーで宿屋を始めたんですそしたらすごい人気で,でたくさんの、えー、もう半年先まで予約でいっぱいでそういう都会から来るお客さんに農業体験してもらったりとかそういうこう 田舎と都会が循環するようなビジネスや建築が生まれているそれはやっぱ都会ととと田舎をつなげることが大事だと思っていますそれであの僕のもう一つの質問なんですけれどそ,のそういうアイデアですとか考え方とか感性ですとかを学んでそれをまた都会に持って行ってそれをあの都会であの使,う使うっていうそういうのは非常に分かるんですけれど。 それからさらにこう発展してその例えばその田舎で生産できるような資源ですとかあのものを都会に送り出してそれで都会で何かができてまた都会から生産されるものが田舎に来てそれが田舎に何かこう僕が言ってるのはそのあの物質的な循環なんですけど。うん そういった未来というのは考えられるんでしょうか。ちょっとなんか、あの、すいません、ねあ。あの。アブストラクトっいう、あの、抽象的なんですけれど、<laughs> あの。どうでしょうか。うん、あると思います。で、うん、やっぱりその都会と田舎をつなげることで。やっぱりその田舎の資源を都会的な。その価値に、あの。こうアップデートする。 こととができると思っていますでそれがあのビジネスになってお金も循環して好循環ができればいいなと思っていますそれを多分今、まあ、無事もトライしてるとこだと思いますあのこれオーディエンスの人たちにも皆さんにあの「I think we should open up!」

との,その葛藤とか、そういう結構こっちでも同じ問題があるんじゃないかなって、あの外から来た人は難しいかもしれないですね、問題があるかもしれないですね。ねあなたは千葉の出身ですけれども、えー、そのローカルチームとや人々と,ですってと一緒にやっているわけですね。 でただ、外務の人に対してはですね、えー、いぶかしい目を向けるかもしれません。まあ、権力を持った人、リソースを持った人、えー、教育を受けた人が来ると、そして何、これをしろと言われると、言われるとですね、それ難しいですね、誰でも。そして、どうやってその信頼を得たんでしょうか、地元の人の。あのー、すごくいい質問です。やっぱり地元の人たちととうまくやれないと 年間1,000人も都会の人が来るっていうプロジェクトはできないのでそこはすごく丁寧に地域との関係性を作っていきましたあのやっぱり90年代24年前最初の移住者はもう変人か宇宙人扱いですでやっぱ価値観の違いはすごく大きかったのでそれで あの認めてもらうまではあの丁寧に時間をかけましたで認めてもらってから少しずつ僕の活動を、えー、始めていったんだけどなんで僕もすごく大事にしてるのがあのノットファイト戦わない喧嘩をしないでもちろん価値観の違いでいじめられることもあります。それでも 戦わないそう例えばもうこんなに顔を近づけて「おは都会のやつなんか大嫌いだ」ってじいさんに怒られて「<laughs> よそ者は嫌いだ都会のやつなんか信用しないぞ」ってそれでも戦わない。 自分の生き方でそれを認めてもらうでもねそのじいさんが数年後には「お前だけは許してやる」って <laughs> そう戦わなくても必ず認めてくれる時があるそうやってあの戦わないということそして違う意見を認めるそう 山の中の農村で80年間も出たことない人が突然来た僕の変人を認めることができないのはそれもわかるよなってその違う意見を認め許しそして戦わないということでもそれは自分を殺すことではなくて自分は大切だと思うことは 曲げられない。でも戦わないということはずっとしてきました。他に質問のある方いらっしゃいますか。<の>こんにちはあの。ご意見お伺いしたいんですけれども。 特に都市部でですね、マテリアルですね、素材が手に入らないわけですよね、都心部では。そういうことについて、どう思いますかそうですね、まあ、でもでも、うんと、そうですね、まあ、里山のようにふんだんにあの自然素材は手に入らないですが。 あの視点を変えれば、まあ、廃棄物はたくさんあるのでその廃棄物を、まあ、いろんなテクノロジーやそのデザインの力で利用するそしてそれをあの生かすっていうことはあのそれこそデザイナーや建築家のすごくクリエイティビティの発揮できる 場所になってくるんではないのかなって思いますありがとうございましたとてもあの感動しました私の質問はちょっとまたあのこう抽象的になってしまいますけれどもスモールアース小さな地球というコンセプトですけれどもこれが 大きくなりすすぎるるってこととがあると思うんですねそれどういうふうにどういうことでこう判断するんですか大きくなりすぎちゃったなみたいなことっていうのは。概念的なフレームとかっていうのは、うんうん、ネットワークのリレーションシップっていうのは多分そのね人口だとかそういうものではないんだけども例えばあの無地が入ってくるとまた企業大学っていう部分がいろいろ入ってきた時にスモールっていう部分を、うんうん 何か維持するような概念的なフレームっていうのがありますか。うん、えっ、ー、と、すごくいい質問だと思います。あの、まあいろんな活動で大事にしてるのは僕はバランス。あの、まあ、まあ、企業っていうのはやっぱり利益を追求する組織なので、あの、やっ企業の論理が強すぎるとこう村のバランスも崩れてしまう。 なので非常にこの僕はバランスが大事だと思っててでそのまあいろんな企業や大学ともコラボレーションしてるんですけどあくまでもあの重要で中心であるのはここの村のコミュニティの村人たち村人たちがやっぱり豊かでこう持続可能で。 そして村人たちが主人公となって暮らしていくでそれをまあ企業や大学が関わりながら応援しながら一緒に企業や大学たちもあの学びと利益も得ていくでも主役はその地域住民それをあの理解してくれる企業や大学とコラボレーションしそれを理解しない 団体とは距離を置くそれがだからバランスがすごく大事だと思っていますそのバランスを保てるサイズがきっとフレームでその僕もその小さな地球という活動はその25世帯の小さな村でとどめようと思っていますでその小さなモデルをあの真似できるところがあれば他の地域でも真似してもらえばいいと思っているので まずはこの小さな集落ビレッジであの循環を作りたいと思っています。多分これでもう時間も終わりだと思うんですけれどもここで終了ということで本当に林さんありがとうございました。